久しぶり。 MOGU MOGU SHUNTO の時間がやってまいりました。うざすぎる、もううざすぎる。まあ、本日はですね、炭火焼きホルモン満点さんに来ています。まあ一人で食べるのもいいんですけどね、なんか来たいっていう人がいて、言ってねえ、あ、そんな言うなら別にいいけどみたいなね感じで一人呼んでます。これめっちゃスペシャルゲストですね。これやばいっすよマジで。結構3人グループで活動されてたりとかして、めっちゃ有名なあの方です。どうぞ。ランディ MC かな、ランディ MC かな、ランディ MC かな。あれ、やべ、こっち系のテンションで来た。あ、きついよ。食を愛し、食に愛された男です。名前ですかそれ。そう、あ、はい、食に愛されて、はい、食にが名字、はい、食に愛されて食に愛された男が名前。あ、だからアメリカで言うと愛された男を食に、食を愛し食にお前調子悪いな今日調子悪いだな。いやもうさ、なんで俺なん。いやわかんない俺も。なんで行きたいって言ったから。行ってねえって入ってたんでしょ。一回も行ってない。あ、そうなの。昨日仕事してんのよ俺、お前と違って。夜まで2連休のメンバーもいるわけじゃん、うん、そこで人選俺やばくない。ここでもさ飯食えるんだぜ。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、せっかく来たからにはやっぱしっかり仕事して帰ろうかなと思ってるんで。食べたいだけやん、ガチで食べただけでしょ食べる企画多いね俺、ASMR もだし。確かにね。醤油、あの、なんか、なんだっけなんだっけ、あの、しっぽりの実、坊主とやってるやつ。ああ、でもこれ見せちゃったんだけど、俺蜂の巣大好きなんですよ。いいじゃん。しかも刺身がある。全部いくでしょ。刺身全部、ハッシュ盛りを2人前。行くね。これは仕事してますから。これはレバテキ。食うのが仕事なんで。レバテキ。これはもう一つもらっていいですか。キムチの盛り合わせ。あと クリームチーズチャンジャー。あともつ煮込み。これ気になってるじゃん。もう気になってるじゃん。これ手作り水餃子。じゃあどっちもやん。どっちも行こう。食えるの？大丈夫？だから仕事しに来ました。仕事なんで食べることは。はいはい、すいません。だって疲れた時、はい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 、踊んなきゃいけないってなって、もう仕事だから踊るでしょ、はい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 、それと一緒だから。お願いします。じゃあシューマイと餃子を。ご飯行くね。まあ昼だしね。2つもらっていいですか。勝手にね。タン元。タン元。あとおすすめとかってありますかね。とはまあお肉っぽいとかだとハラミが。あーハラミで。お願いします。とりあえずまあそんなもんかなぐらいで。ちょっと待ってね。盛り合わせが多分1人前で結構量ある。確かに1人前でいくか。あ、1人前でいけそうだった。はい、了解です。俺ちょっとコーラ一つは俺を呼んどいてコーラ言ってる。え、そうで、頼んでいい。じゃあウーロン茶で。はい、はい、お願いします。来ましたよ。ちなみに本当数時間前まで一緒にいました。ご飯食べて飲んでました。そう、朝ごはん。まあそうとも言うまあそうとも言わないかもしれない。最後に食ったのはピザか。ピザかポテト。ピザかポテト。なんか投げてたよね。投げてたね。的に向かって。的に向かって、なんか矢みたいに繋げてた。で負けてたもんね。いや俺勝ったじゃん。俺勝ったもん。勝ったま勝ったま。やばい噛み方しちゃった。絶対出ない噛んだ時絶対出ない間が出た。俺びっくりしたんですよ昨日。10時ぐらいだよねあれ、うん、10時前、10時前ぐらいに電話かかってきて、今から飲み行こうぜとか言って。スケジュール一緒じゃないですか完全に。朝ね。そうそう。だからうわさすがに こいつ一緒でなんかその誘いしてきて、あ、なんかよっぽど自信あんだなと思って、なんか朝起きる。これ確認したらなんか12時でしょ明日と思って。
そう。そして12時からだよ。ありがとうございます。いやいや9時、9時だよ。ミスりました、マジで。午後からかと思って誘ったらめちゃくちゃ9時集合だった。そうだよ。こいつに言われたから俺も、まあ行くかと思って、痛み分かっちゃおうかなみたいな感じだったんだけど痛み痛み分かっちゃおう、朝起きる痛み分かっちゃおうかなと思ったんだけど、でも無事にここに時間通り着地できたから、ここにいた。そう、通り着いた、通り着いた。乾杯。うまい。うまっ。やっぱ。ブリスプルがリリースされました。はい、ということでね、覚えてない。お前撮影も本当に遊んでるとこ撮ってるみたいな感じだったからね、オフを撮ってる感じ。よかったし、公園で遊んだし、あれもなんかやらせじゃなくて本当に遊んでるんだよね。普通に遊んでたで。ビーファとして行くアメリカも初だし、作品撮りも初だし、あんな気張らない MV 撮影するの初めてだったから。確かに、ミュージックビデオは本当に声も出ない、映んないし、遊んでるのを撮ってるだけだから、マジで本当に何これみたいな感じでした。来ちゃった。ありがとうございます。ありがとうございます。うわ、千枚だ。初ユッケと、うわーやばい、蜂の巣。蜂の巣味付いてるんで、そのまま。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃじゃーん。あー、もういいんですよ、そんなニューヨークの話なんて。もうご飯が届いたらご飯食べるんですよ。まあそういう企画なんで、それ礼儀ですから。 MOGU SHUNT あ、もぐもぐシュント。 Yes。 いただきます。いただきます。これ何からいくかが結構ね。キムチでしょ。まあキムチは確定じゃん。いただきます。いただきます。うまい、うまい、うまい。あ、うまい。じゃんじゃ、じゃんじゃ。いくか。しゃべってね、俺食うことしか飲んないから。ふざけんなよ、マジで。そのために呼ぶんだよ、だって。そうなの。うん、ね、グルか、お前ら全員。いや、蜂の巣は俺親戚がのおばあちゃんがよくよくっていうか、まあ行ったら作ってくれた。嘘。ホルモンで3位ぐらいに好き。え、1位は。うちはレバー。2位は白コロン。白コロン、シマッチョ。シマッチョ、うん、うまっ。マジでうまいっす。もう本当にありがたいですよね。あー、うまい。LA から帰ってきて焼肉初じゃない。いった、そうかも。千枚いきます。めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまい。一緒に食べてください。うん、って言って、一緒に食べてください。自分で言えよ、そんぐらい。喋りがかりだからね。来ました。本当に食べんないから、こういうのを作ってくれるんで。わかる。好きな焼肉の部位を教えてください。好きは分かんないけど、うん、一番なくなったら困るのはタンかもね、やっぱ。でしょ。だ、一生タン食べれないってやばくないけど。きつい。あ、でもレバー。まあレバーもレバーでね、うん、特別部位だ、ね。あとハラミ多いって。え、多くない？まああと蜂の巣だね。多いな。結構シンシン。シンシンね、うまいよね。グランプ。赤身はね。赤身はね。うまい。うまい。序盤でもいけるし、後半でもいけんだよね、あいつら。だから俺らの曲で言うと、ギフテッドみたいな。あー、確かに、ね。初手でもいいけど、最後でもいいみたいな。あー、来ちゃった。到着しました。うーわ。うまそう。これはやばい。うわ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 。あー、うまい。あ、ちょっと幸せになってきた。いただきまーす。めちゃくちゃうまいやんけ、これ。うまっ。何？うまっ。うめえ、楽。ちょっとうまい、やばいね。もう。幸せや。焼肉以外でじゃあ、好きな食べ物ランキングベスト3。俺はあるじゃん。ある。1位ハンバーグで、2位お稲荷さんで、3位が
3位決めよう。今俺1位焼肉以外でしょ。しゃぶしゃぶずるいって。何が変わんない、茹でてるだけ。いやいや、ゴールって。2位寿司、3位3位迷うよね。3位迷う、そう、3位ってね迷うのよ。カレー。おー、なるほどね。カレーだわ。俺うなぎかも3位。うわ、うまそう。レバ用のネギダレです。うわ、ありがとうございます。しっかり焼いて。はい、切っちゃったよ。焼いちゃうよ、焼いちゃうよ。いきますよ。えぇ、これ一回煙にね、燻製、この油を垂らしてやるんですよ。いい、本意じゃないよ。まとわせて。店側も本意じゃないから、そのやり方。見ました、今の倒れ方。これ大事。もう大事なんだ。うん、これも香りが違うじゃん、今のやることによって。いや、わかんない。普通に焼いたのも嗅いだことないから。あ、そうそうそう。うわぁ、うわぁ、辛みです。うわぁ、煮込み。うわぁ、やばい、ありがとうございます。これってね、気づいた人もいるかもしれないですけど、そんなに量食えなくなっちゃった。なんでこっちで本末転倒だよね、この企画。大丈夫大丈夫。うん、お前は食える。なんか、なんなんだろうね。大丈夫。年かな。年、やっぱ目離すなよ、お前。危な、お前さ。すいません。もっと愛情を持とうぜ。一切れ一切れに。いただきます。やべえ、うめえ。てかさ、俺なんか次のもぐもぐの企画、ビーファースト以外の誰かとやりませんかっていう、話だったのよ。だからそうだよ。そうで、だから俺がしたんですよ。チーム C とかどうですか、来た。あー、なるほどね。あー、面白いよね。そしたら、オーシャンが来た。配信中です。ショーマイのサーベイジいる今の。いらない。いらない宣伝。大丈夫。でもありがとう、宣伝してくれて。ケケバー中、配信中です。遅い、2年前。あれ、うん、D1 が2年前だよ。ありえないよ。やばくない？グレートフルペインを初めて BMSG フェスでやってから2年。いただきますよ。とんでもなくないですか。いただきます。インサートは見せないです。彼はかけて。いただきます。それお前の役目だ。俺食べる役目だ。ご飯見せる役目ってお前やん。どう考えても。うまっ。いや、いいやん。無視。やばい。いや、無視。見てください、こちら。何ですか、それ。もつ煮込みの淡白な部分ですね。これをお米にドロップして。今年の BMSG の見どころはフェスね。今なんつった俺。 BMSG の見どころ。でかいでかい。結構今回結構疾走感あると思うんですよ。確かに結構ズバズバいって、米なしで食った時に焼肉って感じだよね。このとあんま分かんないけど、満腹すぎず程いい、程よいところで、うん、なんかまた来たいなって思います、うん。本当に BMSG でやる意味のあるものだけを詰め込んだって感じだよね。いい意味で BE:FIRST は出しゃばってもいいし、俺ら的にも新鮮で楽しいフェスにはなってますね、うん。チーム分けしてますし。ああ、チーム曲もあるから。っていう話曲はここにあるんですか。あ、ちょうど、うん、チームガイアやらせてもらってます、僕たち。嬉しい。
ょっと一旦腹胸通っていいですか。はい、焼いてる間にね。一番見どころは俺らガイアは多分どこよりも自由なんで、 MV が結構一番はっちゃけてるグループ、悪ガキって感じだよね。うん、だって事務所でチャリこいでるんですか。やばいでしょ普通。ビル内でチャリをこぐってね。ビル内だよ、しかもみんな仕事するスペースだよ。いや、やれって言われたから。別に悪さしてるわけじゃない。悪いよ。うわぁ、やばいのが来た。うわぁ、やばい。やば、これ2人前ことしたの。やばいね。うわぁ、うまそう。これちょっと見して、インサート。お前さ、じゃ豚になってるから多分こうして、ちょっと垂れそう。ちょっと豚さんすいません。顔大丈夫です。煙が濃い。取れねえインサート。あー、垂れた。お前さ、垂れるのがうまいんじゃん、垂れは。全然うまくないし。垂れだけに全然うまくないよ。俺垂れ目だしって言ってる間にハラミがもう到着しそうですね。じゃあ行きます。でべん、こちらハラミでございます。うまっ。どんぐらい？ジュノンのロングトンぐらい。うまいね。うまいね。いただきます。おー、うまっ。どんぐらい？うん、初めて中華料理と出会ったぐらい。何それ、下手か。下手すぎ、ツッコめもせんわ、下手すぎて。どんぐらいうまいかだよ。初めて中華料理屋に出会った時ぐらい。出会った時ぐらいうまい。何それ、もう腹立つわ。煙がね、すごすぎて。すっごいことやる。これがリアルだから。本物だよこれ。 みんな見てる、これがリアル、焼肉の。今この筒、ちょっと煙やばかったんでつけたんですけど、どっちがいいですか？煙越しで、その本当に本当に俺らとこの焼肉してる感覚になるリアルさか、やっぱ吸い込まれちゃうことによってなんかその躍動感とそのなんかリアリティがなくなっちゃうっていうか、結構迷ったんですけど、とりあえずつけました。外してほしかったら言ってください。これも焼きますか？いっちゃいますか。なんだいそれは。これは初でございます。これはだからあのユキと同じなんでサッとでっておっしゃってましたね、さっき。お腹いっぱいになってきちゃった。それな、食えなくなるんですよね人って。こうやって、いい縮まっちゃってんだよ、日頃食べてないから。お、食って追い込むものじゃないんだなって。いや本当にそう思う、最近は大人になりました。ちょ、米行こうか迷ってんだよ。めっちゃ食うやん。うまいな。うまっ。味付けがめっちゃしっかりしてるから、米欲しくなっちゃう味してるわ。あれやばい、これじゃん。これめっちゃ好き。なにこれ。のど菓子。あ、それはこれはなんかあのほっぺ。あ、うまいわ。麺のうまい。うまいのよこれ。ギアラまだあるんだそれ。めっちゃチープなこと。え、うまっ。コーラでしょ、めっちゃうまいよ。いや、出会う出会う、これ。ああ。BMSG フェスに初めて。油うまっ。え、あんまうまいっしょ。めっちゃうまいよね。アドバイス。初めて来る人はどういう人なんだろうね。今年とか特に絡みある曲をディグってきた方が面白いんじゃないですか。確かにそのグループごとの曲を聴くっていうよりは、事務所内コラボとかしてるやつの曲聴いといた方がいいかも。BE:FIRSTとしては数曲しかやんない予定ね、予定だから。私ね、冷麺ってもらいますか。え、これありがとうございます。うわ、うまそう。お酢入りです。あ、お酢欲しいです。こいつお酢バカなんすよ。で、インスタとも撮らせてくんないですよ。冷麺撮る前に食べちゃう。こいつ向いてねえ、カメラ。うん、うまっ。
すげえんだよね。どうですか、これは本物ですよ。ちょっとまあ味も美味しい。日本一緒。なんか冷麺なのにもちもちしてて珍しい。めっちゃうまかったくね、うん、てか何が一番好きでしたか、相田さんは。ちょっとあの焼きのハツやばかった。いやでもレバー美味しかった。ホルモンは割とタレで食べるじゃん。塩でもありだなって思わされました、ね、ということで今回のもぐもぐにお邪魔させていただきました。オーシャンの、ソーダさんでした。ありがとうございました。見た目来てみてね。めっちゃうまでした。